あ、ちょっと聞いてくれ。こいつにはな、名前がないから、俺は名前をつけることにした。こいつの名前は、テンゴットだ。よいしょ、ライズンです。今日もやっていくんですけど、今日はね、アーチャーホグやっていきたいと思います。で、このホグなんですけどね、今ね、ちょっと展開でちょっとだけね、増えていて、結構ね、強いデッキになってます。ということでね、珍しい形なんですけど、このね、アーチャーとね、プリンセス、これがね、2枚入っていて、まあ、あとはね、まあ、陸用のカードがね、ゴロゴロ入ってる感じですね。はい、ということでね、早速やっていきたいと思います。よいしょ。ってことでね、今ね、朝のね、8時40分ぐらいなんですけどね、もうね、昨日の夜ね、動画撮ろうかなーって思ったんですけど、もうね、その日にあげる動画と、次の日の動画ね、4本ぐらい撮って、もうね、あ、眠いってなってね、寝ちゃいましたね、そう。でね、俺結構、動画をね、撮りだめて、そう。で、それで、あげようかなと思ってるんですけどね、なかなかね、ストック止まらないですね。俺は最近まで聞いてください。あれなんですよ。動画を4本撮るじゃないですか、1日で。4本撮って、まあ今1日2本投稿なんで、2本2本つって、あ、余裕できたなつって、次の日撮らないですよ、俺。そう、だから、余裕をね、ある程度、ちょっと頑張って4本撮るんですけど、それでね、その次の日に、もう、ストックあるしなって取らないんで、チャラなんですよね。これロケ行っていきます。よいしょ。やばい。よいしょ。まあ、こんくらいでね。オッケー。だいたいザップ切ったんで、ここ絶対ユニットで来るはずなので、ここミニペで延命してもいいけど、まあ、アイゴレで、ちょ、ロケ打った後なんでね、ちょっと少ないエリクサーで。はい。まあ、怖いこれでね。まあ、ザップラム。まあ、ペッカかな。あ、違う。もう一回。よいしょ。これ、メガナイト切った後なんで、ミニペホグがバチクソ刺さりますね。やばい。いや、ミニペ生かしたい。いやー、マジか。まあ、でも、ザップ、ラム、エレキと切ってるんで、これ、ユーノぐらいかな。こう、くんの。でも、スケアミか。スケアミだからよくわからんですね。はい。オッケー。相手がね、若干多分、エレキがめんどくさくて、やりすぎちゃった面もあったと思うんですけど。面もパンもあったと思うんですけど。とりあえず、これでいって、はい。よいしょ。これがでまだ多分、スキャミ回ってないんで、で、メガナイトも多分出す入りないんですよ。これが多分、アイゴレミニペがクソうざいですね、相手からしたら。オッケー。で、こっちをホグ飛ばして、もう地獄っすね。オッケー。よいしょ。オッケー。で、プリンに対してメガナイト、インドラかな？インドラが今相手の見えてるカードではあるんで、まあ、こっちにね、プリン出していき、よいしょ。あー、相手諦めましたね。GG。よいしょ。まあそんな感じでね、そう、聞いてください。俺最近、スケアイスピーのロイフグとか使ってたじゃないですか。だからね、クエイクホグとかね、使ってもね、結構使えるんですよ。そう、なんかね、若干ね、高回転属性にね、足を突っ込んでる感じですね。ただ難しいですね。ただあれは慣れたらやっぱね、クラロワで一番強いと思いますね。高回転がやっぱり。なんかね、どのデッキにもワンチャンあるじゃないですか、やっぱり。そう、だからね、強いですね、ほんと。いやー、いいですね。このデッキもね、結構安定して、アーチャーホグっていうのがまた新しいっすよね。ベンザーホグでアーチャーホグ、インフェが入ってるね、やつとかあったっすけど、なんかこの方はまた新しい感じがね、アイゴレ、切っていきます。はい。これはロケですね。で、相手の攻撃を守ると。マスケ。はい。エレキと。いう感じで、とりあえずね、ここ、でもね、ミニペチと温存したいですね。ミニペ温存したいんで、プリンかな。よいしょ。おー、なるほど。オッケー。
よいしょ。はい、これで、これアーチャーで守りたい。ほら、オッケーオッケー。いいよ、いいよ。はいはいはい。とりあえずこんな感じで、一回ホグ投げないで、このプリンに対して何かしら相手はユニット出してくるんですよ。こうやって、そうそうそう。で、相手メガナイト切ったばっかなんで、ここは、ね。あー、ミニピ先行しちゃう？あー、先行しちゃった。でもこれはね、多分刺さる。オッケーいいよ。あー、いいエレキ。それいいエレキだが、プリン、玉砕プリンかな。いやー、アイゴレ出すのちょっともったいないっすよね。メガナイト受けもあるんで、これエレキ、これでアイスピで片方受けて処理していこう。で、ここは、ユーノが回っているかな。延命、うい、来たー、神延命。おしょ。ぐっ、ちょ、待って、ちょ、あー、もったいねー。いいウッドだったのに困って、相手がね、ウォールブレイカーだったな。ウォールブレイカー来たら、アーチャー出すか。アーチャーキング前から、ウォールブレイカー。よいしょ。とりあえず、メガナイトが相手これあるんで、こっちをホグ飛ばして、プリンセスとアイゴレで両サイ守っていきたいですね。オッケー、こっちメガナイトだね。オッケー、でもこれ一発入るんで、オッケーオッケー。で、これケツプリン出して、逆サイ誘導かな。キング起動したいよ。 OK。 お、すげえ、めっちゃすごい。これウッド打ったら左延命できたのかな。とりあえずね、よいしょ、バーンと当てていき、ここはねミニペでしばいていきます。これ一旦当たったんで、これウッドロケウッドで終わりかな、多分。はい、なんで、これで手札回して、次ロケウッドで終わりっすね。オッケーオッケー。はい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 。まあこんな感じでね、結構ね、使いやすい感じになってますね。うん。結構、なんかね、アーチャーがあることによってね、なんかデッキがね、尖ってもなく、なんかちょっと柔らかい感じになって、マジでなんかなんだろう。誰にでも結構使いやすいみたいなね、感じがしますね。よいしょ。次は、ウッドアイゴレで基本的には回していきたいですね、という感じなんですけど、うわ、待って、俺、なんか話したいことあったのに、忘れちゃった。なんだっけ？うわー、もったいない、ちょっと待って。なんか話したいことあった、絶対。絶対なんか話そうとしてた、俺。あ、そうだ。茶番だ、茶番。茶番がね、いや、そう、ある YouTuber をね、結構ね、なんだろう、見てこう茶番をね、始めようと思ったんですけど、あのね、あれなんですよ。なんか俺が見てた、俺最初結構なんかあのポノスの内情とかファブの内情みたいな感じで結構凝ってやってたじゃないですか。でもその人はなんかね、マジ意味わかんないんだけどみたいなぐらいの感じなんですよ、温度感がね。そうだから、それを目指してやってたんでね、俺の今日のね、あの、テンゴット。まあ、とりあえずね、ネタなくなったらテンゴットいじってきゃいいみたいなとこあるんですけど、それがまあね、結構完成形っていうかね、もともとそれを見てやり始めたみたいな感じですね。オッケーオッケー。当たんない当たんない。そう、意味わかんないぐらいがちょうどいいな、みたいな思って。今日のコメント欄ね、ちょっと多分ね、いや、おもんなっていうコメントも結構あると思うんですよ。それも楽しみですね、結構。とりあえず、こっちかな、ホグ。飛ばしていって、オッケーオッケーオッケー、これ美味しい。とりあえず、なるほど。ウッドサイターと、ゴブリン受けがやっぱ、ミニペかな。はいはいはい。もうこれは、ウッド咲きますよね、と。いやー、これゴブリン切った後だから、アイゴレつけてもよかったな。まあいいか。で、ここは、プリン出して、よいしょ。で、まあアイゴレ。あー、それめんどいなー、マジで。でも相手も多分プリンが嫌だってことなんですよね、多分。あー、当たるんかいー、あー、当たるんかいーつってな。とりあえず、ここは、はいはいはい。はいはいはい。
ワウンバホンと感じで始まりプリン。OK。よいしょ。OK。で、こっち。え、マジ？やばい、それは。ゴブリン。ああ、マジか、違うんかい。これでもゴブリンしかいないはずなんで、結構相手きついと思いますね。あー、トルネか？はいはいはい。これロケ打って、最後ホグ、バルキリー自陣に入れないようにして、バルキリーホグ来るんですよ、多分。あ、オッケー、来た。オッケー！で、これで、あとはアイスピ投げて、最速のね、最速の位置にロケ打って終わりっすね。オッケー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 。まあ、こんな感じでね、割と戦いやすいですね、本当に。うん。あとロケットが多分結構高回転で回ってくるんで、あれっすね、あの、削り合いで勝てる。今みたいに、ちょっとね、ちょい高回転ぐらいの相手のロケットだと、多分俺の高回転のロケットに、ね、結構ここら辺で回すとね、1、2、2、3という感じでロケットが回るんで、なんか相手がね、追いつかない感じがしますね。はい、って感じで、今日もやってったんですけど、最近ね、結構ね、デッキの幅がね、増えてね、いろんなデッキ使えるようになったんでね、またね、強いデッキあったらね、紹介したいと思うんでね、高評価、チャンネル登録のよろしくお願いします。ってことで今日は終わります。バイバーイ。